とこっちの足のすねの炎症線上のかかとのところで地面の反発をうまく使って横に横に。で、最初はローダイブ、低いボールに対してのパッションダイブ、フォークダイブ。まずやることはそこにボールセットしてもらって、ここでまず座った体勢で、こっち側にゴール1、2やったら、そのまま真ん中に入ってきて、で、こっち側にボール入れるからで、まあ、今までずっと言ってきたこと、まず一つ、しっかりボールの後ろに自分の手で面を持っていく、しっかり後ろに持っていこう、これは常に一緒で、ここでも下がってきて、さっき言ったようにこの体側足で自分の重心をダイビング方向に移動する。で、しっかりこっちの同側足のつま先と膝を自分の飛ぶ方向に向けて、こっからこういう方向に行く。前っていうよりはちょっと横方向、前に進んでなくて、そこに OK、 OK、 今はしっかりと同足の足で地面から体を押して離すっていうところ、はい、ゴー Good、 ナイス、よし、 OK、 GoodOK, good, nice. Okay. OK, good catch. Nice. Nice catch, good. Good, good. Good, good. OK, good, nice.
時だ。その時に一番先の方に自分の重心が入る、膝が前に入る、しっかりとかかとのすねの延長線上に重心が入る。はい、そうで、セット。オッケー。そう、オッケー、オッケー、じゃあ、オッケー。右手でボールに行こうとするから、今の高さだったらこっちの飛ぶ方向の手を出しちゃう。あれがもう少し上に来た時に突破って、上の手で対応する。体が下向いてしまうから、しっかりとこのままこう止めるよ。そう、オッケー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 。そう、オッケー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 。オッケー、その高さだったらその手でだ、その手の方がいいね。ナイス、グッ、オッケー、グッ、ナイス、オッケー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 。オッケー、ナイスです。これディフェンスだから当たることあるよ。ナイスリカバー。 OK、 ナイス。相手のこのタッチを見て、もう少しボールライン方向に下がんない。そう、ナイス。その決断をするための練習だから、エラーを行うもんね、全く問題ない。その中でいかに自分が最善の決断に近づけていけるか、そのシチュエーションに対して最善のプレーの選択ができるかっていうところの練習だから、今起こったことは 100% 確実に学習しない。トライはいい、その中で起きたエラーから次の前進する、それを伝える。ゴールラインに近いところに立つことを意識して、オッケー、
そう、ナイス。OK。OK、ナイス。立ち位置はかなり良くなってる。だったら多分テーブルチャンスある。Okay, good. Nice. Come on. Okay. Okay, nice.